満州族の貴族の髪型や衣装は、漢民族にとって奇妙なもので、男性は頭の後ろに三つ編みをして、剃った前頭部を剥き出すとなった。しかし、これは満州族が東北地方で狩りを行っていたため、狩りの際に枝などに髪を巻き込まないようにするための髪型であることが主な理由である。また、アーチェリーやチェースなどの狩猟活動にも適しています。髪剃り令は、清の入管後、政権を握った後に出した強制的な命令である。漢民族は皆、髪の毛を剃り、後ろで三つ編みを結ばなければならなかった。古来、漢民族は、儒教の影響を色濃く受け、髪は、親から受け取ったであり、髪を非常に大切にした。勝手に髪を切ることは不幸とされ、髪を剃り落とすことは、精神的な侮辱とされる。満州族の入管後、漢民族を完全に服従させるために、髪を剃ることを思いついた。その主な目的は、潜在的な人種問題を排除することかもしれません。1645年、満州国の摂政王ドルゴンは、髪剃り令を出した。この条例では、都の内外にいるすべての官吏や国民、勅令や各地方が、令の到着10日うちに、髪を剃ると規定されたのである。なぜ、清は、髪剃り令を出したのか？当時、統治者たちは、髪を剃ることを選んでこそ、清に降伏する誠意があることを証明できると、考えていたのです。そのため、清に降伏することを選んだ、漢民族は、すべて自発的に髪を剃ることになった。しかし、清の軍隊が南下する際に、何百万、何千万という漢民族を前にして、これほど多くの人に、髪剃り令を強制することは困難であった。この時、清の支配者には選択の余地がなかった。満州国に降伏した、漢人、ファン・ウェン・チェン、皇帝中、御三兄、昇格旗など、皆は髪を剃った。もし、清が、髪剃り令を止めていたら、この人たちどうしましょう。頭に毛が残る漢民族に笑われるのではないか？すでに髪を剃って、忠誠心を示していた、漢人たちは、もちろん清が、髪剃り令を実施することを強く望んでいた。したがって、髪剃り令の実施は、満州族の入管後に、漢民族内部の利害が衝突するものであった。この人たちは、表立って、髪剃り令を支持することはないけれど、様々な形でサポートしていた。髪のある、中国人が優位に立つと、髪を剃った人は死ぬまで恥をかいて生きていかなければならないのです。逆に、髪を剃った中国人が優勢であれば、髪を剃らない中国人は髪を剃らざるを得なくなる。このように、髪剃り令の施行は、表向きは、清の支配者の判断であるが、実は、漢民族内部の争いであった。順治2年、髪剃り令が出され、髪を残す者は謀反を起こし、皆死罪とされた。生きるなら、頭を剃るしかない。髪が残るなら死ぬしかならない。髪剃り令が下った時、順治帝は、髪を剃っているのに、なぜ衣装が変わらないのかと思いついた。彼は即座に決定し、髪剃りの命令が出される同時に衣装を変える命令も、出した。では、新政府によって標準化されたヘアスタイルはどのようなものだったのだろうか。当時は、金銭素美という非常に生々しい呼び名があった。頭の周りの髪をすべて剃り、髪がコインのような大きさだけで頭頂部の中心に残ることである。残った
頭頂部の小さい髪は編み込みになっており、ネズミの尾のような形で垂れ下がっている。小指より細い弁髪で、コインの四角い穴に通らないと合格にならない。金銭素美は、秦の軍隊が入管後、髪を剃り、衣装を変えた後の中国人の髪型を指している。秦のドラマに出てくる、満州族の男性は、上半の髪を剃り、後ろ髪を編むという音用とをしていた。秦の宮廷劇に誤導され、多くの人はそれに気づかない。満州国の法律では、髪が規格に合っていない場合と処刑されられます。順治4年許夜間の帝前という農民が髪の毛を残しすぎたため、地方の役人に捕まり、朝廷に訴えられた。不注意でやってしまったこととはいえ、斬首刑に処された。地元の管理までが過失で、厳罰に処され、親や隣人も有罪になった。1644年、日本の商人、竹内藤右衛門が、嵐のために、北京で一年を過ごし、達陀漂流者という本を書きました。同書には、秦の人々の髪型について、頭を剃り、頭頂部の髪を三つ編みにしたままにします。男性は上身の髭を残し、顎の髭を剃り落とした。それは、庶民だけでなく、役人も同じであった。と書いた。日本の寛政11年、1799年、中川忠輝は、長崎の秦の商人を訪ね、秦の風俗の専門書、秦俗奇聞を出版したが、その中の、寛令の巻の絵には、立っている、横向きの先生は、髪が、頭から腰まで、長い三つ編みをして、背中に垂れて、髪先に髪結いをつけている。満州族の男性のヘアスタイルは、映画やテレビドラマで見る、いつものようにではなく、いくつかの進化を遂げてきたと言える。進化は、以下の4段階であり。第1段階、古今時期から、漢民族の幸福の基準として、髪を剃ることです。男性の髪はほとんど剃られ、後頭部に太さは、小指ほどの小さな房だけが残り、縄状にねじれて垂れ下がり、金銭素美と呼ばれたそうです。このヘアスタイルに合わせるために、髭は上身に10本程度に残られた。第2段階、髪剃りが、秦の初期の統治政策であった。東部遼寧地方の漢民族の抵抗から、秦の入管後の数々の反髪剃り闘争まで、何千万人もの漢民族が、自分の髪を守るために、大きな犠牲を払っていたことであった。後頭部から、頭頂部へと徐々に静かに移動していったが、それでも、金銭素美と呼べる。第3段階は、秦の中期で、秦初期の虐殺を経て、家計初期に、髪型の変化が見られるようになった。頭頂部の毛髪の位置は変わっていないが、面積は1金銭より、はるかに、大きく、手のひらサイズに相当する大きさである。もともと髭も上身に数本だけだったから、顎を含めた、古髭に進化してきた。第4段階、秦の後期、つまり夏桂期以降になると、髪の毛が生えている、男性少数派が現れ、その面積は、同化の、約4倍にもなった。つまり、金銭素美が徐々に太くなっていくのは19世紀に入ってから、いわゆる、トンビになっていました。そして、現在の映画やテレビに登場する、牛尾髪型は、毛は半分近くを残しており、音用ととも呼ばれる。このような髪型が登場するのは、ほぼ新興期になってからである。秦末期、悟りを開いた。知識青年や学生たちが繰り広げた革命闘争には、弁髪切りが重要な内容として含まれていた。秦末期から
満州王朝終焉にかけて、鞭髪切りは全国で革命的な運動となった。ですから、実は満州族の男性の髪型は、新初期から末期まで変化していたのです。今の真の宮廷ドラマで使われている髪型は、当時としては完全に規格外であり、とっくに頭を切り落とされるように引きずり出されていた。最後までご覧をいただき、誠にありがとうございました。また、次の動画で会いましょう。